こんにちは、マキエグゼストです。本日は、ガロア理論関係の数学書を何冊か。まあ、日本語の本と英語の本問わずね、簡単なところから難しいところまで何冊か紹介していきたいと思います。まあ、ガロア理論ってね、数学科じゃない人も聞いたことある人は多いんじゃないですかね。はい、まあ、なんか大学学部の4年間で習う数学の中でもう花形みたいな、そんな理論なんですけど、まあ、そんなガロア理論ね、なんか憧れのガロア理論って思ってる人も多いと思いますので、まあ、僕が勉強したことがある、まあ、参照したことがあるような本を何冊か紹介していきたいと思います。で、冒頭でも言ったんですけど、後半で紹介する本はですね、英語の本、要書なんですけど、その本はですね、結構難しいと思います。はい、なんか僕もね、今から本腰入れて勉強したいなと思ってるところですので、はい、なんかかなり難しいとは思うんですけど、まあ、そういったところも含めて、紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず1冊目なんですけど、こちら、大数学3、タイとガロア理論っていうね、本です。はい、まあ、この本はね、僕が初めてガロア理論の授業を受けた時に参考文献が、これでした。はい、まあ、なので、初めて勉強した時もこれでしたし、もう僕のガロア理論の知識の、ベースはね、ほぼこれでできています。多分、王道の教科書なんじゃないですかね。これで勉強してる人多いと思います。はい、なので、まあ、僕がいちいちね、紹介するまでもないんですけど、はい、まあ、定番の参考書なので、紹介してみました。本の厚さは、こんな感じで薄いんですけど、基本がねかなりしっかりしてるんですごく読みやすいですね。1章で体の理論をやって、で2章で普通のガロア理論やって、で3章で、まあ、特論っぽい話っていう感じですね。ただ、関論についての知識は基地のものというふうにしているので、関論わかんなかったらちょっときついかもしれないですね。はい、まあ、てかそれは体論全部そうなのかもしれないですけど、特にね、まあ、この本って関ってついてないですので、関論の話って全然出てこないんですよ。はい、なので、関論はね、また別の本で勉強した方がいいかもしれないですね。例えば、ガロア理論っていうか、まあ、対論とか関論で多項式の割り算っていうものが出てきますよね。多項式の割り算って、まあ、小学校で割り算の検算みたいなやつやったじゃないですか。あれのまあ多項式バージョンみたいなやつですね。多項式を多項式で割ると小と余りが、唯一に決まるっていうやつなんですけど、まあ、それぐらいだったら大丈夫っていう人もね、多いと思いますけど、例えば対が係数の、多項式間を、規約多項式で生成されたイデアルで割ったら、それは対っていう事実あるんですけど、はい、関論の事実ですね。そういうのも、まあ、基地のものとして使っていきますね、この本で。まあ、ちなみにね、ちょっと本の紹介からはちょっとずれるんですけど、今の関論の事実あるじゃないですか。あの事実が分かんなくて、そのガロア理論の入り口までいけないっていう人は結構多いと思います。はい、皆さんどうですかね。はい、ちょっと数学科ガチプロ大勢の人たちはね、今の事実はもうもちろん自明として、扱ってる人が多いとは思うんですけど、今のなんかこう対の係数の、多項式間を、規約なもので割ってあげるとそれは対になるっていう事実ね、これはもう本当に自明のものとして進んでいってます。もうどの本でもそうだと思うんですけど、この本も例に漏れずにそういう風になってるんですけど、まあ、今の関論の事実ね、それがもう頭にインストールされてないんだったら、もうそれはね、もう一旦そういうもんだと、して、一旦飲み込んで、でガロア理論一周した後に、でまたね、関論に戻って、さっきの事実を調べるっていう風にしても、まあ、いいと思います。そうするとさっきのね、対の係数の、多項式を規約なもので割ったら、それは、対になるっていう事実、これをね、まあ、調べていくと、単項イデアル性域でも一般になり立つっていうね、そんな感じのところに行き着くと思います。はい、まあ、このチャンネルね、関論の動画まだ少ないですので、ちょっとゆくゆくはそういうところも動画にしていきたいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、個人的にはね、なんかガロア理論やっていく上ではそういうところはもう一旦自明なものとして飲み込んで進んでいってもいいんじゃないかなというふうに思います。個人的にはね、前このチャンネルで拡大次数の定義っていうものと、あと単拡大の対の規定の構成っていう動画出したんですけど、はい、その動画の中でもね、さっきの事実っていうのはもう基地のものとして使っていきました。はい、まあ、つまりだから証明しないで使ったってことですね。たまにね、証明したことがない定理を使うのが嫌っていう人いますけど、はい、それですね、まあ、やりすぎてたら終わんないですからね。はい、この辺ちょっと また動画にしようと思ってるんですよね、この辺の話。例えば高校生の時とかでも、なんで積分の計算で面積が出るのかがわからないっていう人多かったと思うんですよね。まあ、多分これ見ていらっしゃる方はね、そういうの別に知ってたっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、でも一般の高校生ってなんで積分の計算で面積が出るのかわかんないっていう人も多いと思うんですよ。はい、でそこはわかんなくても、でもとりあえず計算してそういうもんだとして、なんかこういろいろ難しい問題解いていくことっていうのも多いじゃないですか。はい、でそういう
うのってね、全然悪ではないと思うんですよね。はい、だからとりあえず進んでいってもいいと思います。ということで、ちょっと本紹介に戻るんですけど、この本はね、まとめると、関論でちょっと、怪しい知識があると、ちょっと読めないところもあるかもしれないけど、まあ、でもね、全然そこで使うところは使うって書いてあるので、全然読めるっていう感じだと思います。はい、まあ、実際ね、僕が初めてガロア理論勉強した時も関論でね、怪しいところいっぱいありました。いっぱいありましたけど、普通に読めたんで、大丈夫だと思います。で、続いて2冊目なんですけど、こちら湯慶先生の、大数学に関と対とガロア理論っていうね、教科書です。はい、まあ、この本はね、タイトルに関っていう風についていますので、関論で怪しいところがあってもすぐ調べられそうですよね。さっき出てきた、割ったら単位になるっていうものの一般論ね、単項イデアルの命題ももう当然のごとく載っています。まあ、どの本にも載ってると思いますけど、この本にも当然のごとく載っています。はい、なんか最近の学部生ってみんなこの本読んでる感じがするんですけど、どうですか？なんか、いや、僕のイメージなのかもしれないですけど、なんかいろんな人がこの本で勉強してるイメージがありますね。はい、多分これ見ていらっしゃる数学科の学部生の人も、この本持ってる人多いんじゃないですかね。なんかそんな感じのイメージがあります。まあ、みんな読んでるので、何人かでこう集まってこの本を読むっていうのも結構楽しいんじゃないですかね。それでこうモチベが上がると思います。はい、こうみんな読んでるっていうことは、それだけね、こう FAQ が溜まっていくっていうことですので、なんか分かんないところがあっても解決できる可能性が、確率が上がるっていうことじゃないですか。はい、なので、そういう意味でなんかこうつまずいた時にモチベが下がりづらいっていう意味で、すごくいいんじゃないですかね。あと、これちょっとね、個人的な話なんですけど、この本の、ちょっとこれここ見てください。これユークリッド間なら単項イデアル正域で、単項イデアル正域なら一次分解って、書いてます。はい、まあ、これ僕の本、私物なのでこういう風に書いたんですけど、僕はなんか大事な定理とかを教科書とかノートの表紙に書く癖があったんですよ、昔はね。はい、昔は、そういうのがあったので、まあ、その名残がこんな感じって感じです。そして、3冊目なんですけど、こちらです。ガロア理論っていう本です。はい、まあ、上巻と下巻があるんですけど、この本はですね、結構難しいような気がしますね。結構難しいことがたくさん書いてあります。もちろんね、関論の話も載っていますし、この下巻の後半の方では結構重めの軍論の話が、載っています。だから結構難しいと思いますね。はい、例えば学部の軍論の授業でレス積って習わないじゃないですか。ちょっと待って、レス積ってどんぐらい認知されてんのかな。多分あんまり知らない人多いかもしれないですけど、レス積ってわかります？なんかこう積分の記号の逆みたいなやつ、そういう記号を書くやつですね。はい、なんかこう塊ごとに動かす、塊ごとに置換するっていう、そんな感じのニュアンスのやつなんですけど、まあそういうね、レス積みたいなものも、当然のごとく使って、ガロア群の構造を詳しく見るみたいなね、そういった話も載っています。だから結構難しいです。はい、まあこの動画を作るにあたって、この教科書ね、また読んでみたんですけど、それでね、初めて知ったっていうこともたくさんありました。はい、だからそういう意味で結構難しいです。だから僕が今からガロア理論を改めて勉強し直すってなったら、多分この本を使うかな。はい、あ、まあでもちょっと小学生にとっては分かんないですね。多分分解体の話とかは、分解体の持っていき方とかは、この本よりもさっきのその1冊目のね、タイとガロア理論の本の方がなんか好きだった、親切だった気はしますけど、はい、まあちょっとその辺は個人差ありますね。そして4冊目なんですけど、こちらです。セールのガロア理論特論っていう本です。はい、もうこの辺から全然入門書じゃないんですけどね。はい、もう特論って書いてあるから分かる通り、全然入門書じゃないです。難しいですね。はい、初っ端からね、なんか、ヒルベルトの規約性定理とかありますので、割と重い話がいっぱい載ってますね。ガロア被覆とかも出てくるので、多分位相幾何的な話ともつながっていくはずなんですよね。はい、なんか僕のチャンネルって位相幾何の動画いっぱい出してるじゃないですか。はい、でそこでなんか被覆空間のガロア理論とか、そういう動画作るときに参考になるかなと思って、まあ動画にしなくてもね、シンプルに自分の勉強になるかなと思って最近これ借りてみたんですよね。はい、なのでちょっと読み込みが浅いところが多々あります。はい、なので、まあちょっとね、これ見ていらっしゃる方でこの本読んだことある人、ぜひコメントとかにね、感想を教えてほしいですね。僕以外の人にも役に立つと思いますので、はい、お願いします。大数幾何的な話もね、たくさん散りばめられてるんですけど、まあでも割と群論群論してるところも多々あります。なので、この辺ね、なんか僕の知識使って研究で使えないかなと思ってるんですけど、はい、まあでもちょっとその辺はね、まあ僕の個人的な話すぎましたね。はい、まあまあちょっと読んでみてください。そして、ここからがね、要所なんですけど、まずは、こちらです。グループス・アズ・ガロア・グループスっていうね、本です。はい、まあこれはもうさすがに難しいですね。高級な話がもうバンバカ出てきます。はい、さっきのセールの本と、被ってるところもありますので、ちょっと併用して読んでみたいなとは思ってるんですけど、この本は、逆ガロア問題っていうね、数学の難問があるんですけど、それについての話題がかなり豊富ですね。はい、まあこの本のタイトルがね、グループス・アズ・ガロア・グループス
ロワグループスっていう風になっていますので、数学ガチプロの皆さんはね、ちょっとピンときたとは思うんですけど、皆さん逆ガロア問題って聞いたことありますか？はい、まあ今もね、かなり盛んに研究されている分野だと思うんですけど、まあもう超簡単に一言で言うと、どういう群がガロア群として実現できるかっていうのを探す問題ですね。ガロア理論をね、一通り勉強したことある人はわかると思うんですけど、そのガロア理論の真の部分って、その体の拡大の中間体っていうものとガロア群の部分群、これが1対1に対応するよっていうね、そこがまあ真の部分なんですね。つまり、いい感じの体の拡大にはその背後にガロア群っていうものが隠れていて、その体の拡大のことを見たければその群のものを見ればよい。つまりこの群が、完全に体の拡大のことをコントロールしているっていうのがガロア理論なんですけど、じゃあ逆に今度は群を先に取ります。もう体の拡大とかそういったことは一旦忘れて、まず一つ群を適当に決めるんですね。その適当に取ってきた群が、体の拡大に紐づくガロア群として実現できるかっていうのが、逆ガロア問題なんですね。はい、まあ、これが結構難しいんですよ。今も結構盛んに、研究されてる分野だと思うんですけど、そういったことがね、いっぱい載ってるっていう感じです。だからそういう感じで逆ガロア問題の心っていうものを知ってると、このタイトルのね、グループスアズガロアグループスっていうタイトル、かなり腑に落ちませんか？これ日本語に訳すとね、ガロア群としての群っていうことですからね。逆ガロア問題ってね、まあ、さっきも言った通り、その群がガロア群として実現できるかっていう問題ってことですからね。はい、だからまあそのタイトルの通りっていう感じになるわけです。まあこの辺もね、僕結構ガチりたいんですよね。ガチりたいんですけど、まあ結構難しいです。はい、なのでまあちょっと最初はね、証明とか置いといて、こうパラパラこう読んで、知識を増やしていく目的で読んでいきたいですね。で、それ関連の要所が、もう一個あって、こちらです。インバースガロアセオリーっていう本です。はい、まあこれも難しいですね。まあインバースってね、逆っていう意味じゃないですか。だから逆ガロア問題ってことです。もうもろその感じですね。あと、この本にはね、散在型単純群って呼ばれる有限群が何個も出てくるんで、僕はですね、個人的に超興味あります。もう超そそりますね、この辺。散在型単純群って、まあ群論の中では最高級に難しい話題だと思うんですよ。はい、だから、この辺ね、僕は極めたいなと思ってるし、まあ、ちょっと今それでね、もう胃が痛くなるぐらい苦しんでるんですけど、まあ、この本ね、パラパラ読んでても前提になるような知識がたくさん必要っていうことがすぐ分かりますね。はい、もうまたがる分野も本当に多岐にわたります。はい、だからもう代数しか分かんないとか解析以外が分かんないとか、そんなことを言ってたらもうすぐ震え落とされますね、この本は。まあ、ちょっといつかはね、この辺の分野は自分のものにしていきたいですね。はい、まあ、まだ遥か先かもしれないですけど、まあ、ちょっと、一生懸命勉強して頑張っていきたいですね。なんか最後ちょっとふわってしちゃったけど、まあそんな感じです。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスなどぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。